この曲ではスライドというテクニックが登場します。この部分になります。やり方はまず3フレットを弾きます。そしたらそのまま5フレットに滑らせます。この時5フレットは弾きません。3フレットを弾いた音を5フレットまで持っていくという形になります。行き過ぎにちょっと注意しましょう。あとメロディーのリズムがすごく難しいので、まずゆっくりから弾いていただいて、しっかりリズムが取れるようにしましょう。メトロノームを使うでもいいですし、自分の足でカウントするのもいいと思います。特に A メロの部分ですね。自分の足でカウントしながら弾けるようになると、上手に弾けると思います。最後に、グリッサンドのマークがついてます。この場合はもうコード全体にグリッサンドかかってますので、コードを制覇したままの形でヘッド側にずらしてあげるといいんじゃないかと思います。